ところで例の案件なんだが、来月の新車発表会の件か。おいおい、こんなところまで来て仕事の話もないだろ。たまの息抜きに誘ったんだからもうちょっと楽しめよう。そうだな、悪かった。飲み物でも買ってこようか。まあ今日ぐらい楽しもうぜ。じゃあ頼む。フライドポテトもつけてくれよな。調子に乗りやがって。ちょうど二人分空いてるわよ。じゃあそこに。でも珍しいわね、お母さんがスポーツ観戦だなんて。お父さんが卒業した学校の試合だからね。そうなんだ。どっちがお父さんの学校なの？あらやだ、どっちがそうなのかしら。それにボールを手で掴んでいいの？お母さん、それはサッカーよ。すいません、ちょっと通してもらえますか。今年はいけそうじゃないか。ああ、なんせ新戦力投入って言ってたからな。新戦力？化け物みたいな1年生がいるんだそうだ。ラグビーの申し子、ラグビーのために生まれてきたような男らしい。おお、それは頼もしい。今年の後輩たちは期待できそうだな。お父さんからメール。何？もうすぐ帰る、だって。最近お父さん、営業の仕事で遅かったから、今日は珍しいな。じゃあ、食事を温め直そうかな。はーい。よ、ただいま。あれ？お父さん早いよ。今メール送ってきたばっかりじゃない。すまんすまん、営業先から直帰できたから早く帰ることができたんだよ。もう料理がまだ冷たいから少しテレビでも見て待っててよ。いや、そんなにお腹は空いてないからゆっくりでいいぞ。わかった。いつも悪いな、お前も忙しいのに家事させて。何言ってんの、お父さんが頑張ってくれてるんだから私も家事くらいはしないとね。そういえば、最近営業成績がいいんだよ。もっとも、お父さんの腕じゃなく、新車の評判がいいんだがね。成績がいいのは嬉しいけど、最近、うちに帰ってくるの遅いから、心配してるんだよ。頑張り時だからな。お前にはすまないと思ってる。お母さんが死んでから、もう4年も経つんだね。お父さん、恋人って。おいおい、あ、お父さんモテないんでしょ。そんなことはないさ。嘘だね。嘘なもんか。じゃあ今度紹介してよ。よーし、わかった。じゃあお前より美人の女の子を紹介してやる。へえ、そうですか。へえ、そうですよ。Ha ha 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 ha.
おはよう。お父さん？あれ？いないな。トイレかな？あ、いた。珍しくまだ寝てる。お父さん？朝だよ。お父さん？お父さん？Thank you.